始まりましたチャレンジハマちゃん企画ということで、本日第2弾でございます。私、名古屋市消防局南消防署予防課の濱口と申します。今はコロナ禍のため消毒用アルコールをご家庭に用意されている方は多いんではないでしょうか。でも実はこの消毒用アルコールとっても燃えやすいんです。しかもその燃えた炎がとっても見にくいんです。それではこの消毒用アルコールがどれほど燃えやすいのか、そしてどれほど見にくいのかを私が身をもって実験いたします。では行ってみましょう。はい、それではまずはじめに消毒用アルコールがどれほど燃えやすいのかを直接火のついたコンロに引っ掛けて実験してみたいと思います。使うのはアルコール濃度が高い方、そして低い方の2種類を使って実験してみたいと思います。またどれほど炎が見えにくいかも合わせてご覧ください。ご覧の通りめちゃくちゃ燃え上がりましたよね。特にアルコール度数が高いとよく燃える傾向にあります。またコロナウイルスに効くとされているアルコール濃度は 70% 以上とされておりますので、皆さんも気をつけて使いましょう。気をつけます。これって燃えてるんですか。いや絶対燃えてる。燃えてる燃えてる燃えてる。いや絶対燃えてる。燃えてる燃えてる燃えてる。これは見えない。わかりましたよね。めちゃくちゃ見えないんです。なので知らない間に燃え広がっちゃうことがあるので、皆さん気をつけてください。最初の実験では消毒用アルコールを直接コンロにかける方法で実験しましたが、皆さんこんな使い方はしませんよね。しかしですよ皆さん、火から離れていても引火してしまう危険性があるんです。ということで次の実験はよくやってしまうような2つのケースを実験してみたいと思います。1つ目は拭き掃除のため消毒用アルコールを火のついたコンロの近くで使ってしまう場合です。2つ目は手を消毒したすぐ後にタバコに火をつけてしまう場合です。というわけで今回実験を移りたいんですが、自分の手を使って実験すると危ないですよね。ということでこんなものを用意しました。濱口ハンド。ということで実験に移っていきましょう。これ棒に軍手くっつけただけでしょ。けど本人はやる気満々だぜ。見ているこっちが恥ずかしくなるぜ。実験は真面目にやるようなので勘弁してやるわ。結構離れてても着火しますよね。これって目に見えない蒸気に着火してるんですよ。離れていても火のついたコンロ周りで消毒用アルコールを使って手の消毒するのは絶対にやめましょう。またアルコール消毒をした直後に火を取り扱うのは絶対にやめましょう。最後に消毒用アルコールを使用していない時でも誤った保管方法等で火がついてしまうケースを実験してみたいと思います。アルコールは温度が高くなれば高くなるほど可燃性の蒸気がたくさん発生します。直射日光が当たるところや車の中に放置するのは絶対にやめましょう。今回の実験はいかがだったでしょうか。
消毒用アルコールというのはとても燃えやすく、とても見にくいということが分かったと思います。このような危険性があるということを認識して、感染予防、そして火災予防に努めていきましょう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。これからも皆様の火災予防につながる動画を撮っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。できればチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会う。